Hayran.
もう可愛い子供たちがたくさんだわ。森の演奏会バンド、さあ今日はよろしくお願いします。いっちゃってくまさん。
良い子のみんなは元気だね。
歌なんて歌ってみようかしら。桜手帳という話。桜手帳。
ガスします。社内的のルパです。お客様の中に夢を隠し持ってるのがいるんだぞ。頑張って歌の練習でもしよう。
れてどうもありがとう。俺の演奏会バンドは解散しちゃったけれど、良い子の心はいつも輝いています。うわキモーい。続きまして、上方お笑い大賞面白くない芸人ナンバーワンに輝きました秒ジャンキッドのお二人です。どうぞ。はい、こんばんは。とりあえず、でんでけでん秒ジャンキッド。ショートコント、はい、ショートコントマイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン、はい、はい、謎などです。謎などね、はい。マイケル・ジャクソンの好きな色は何でしょう。好きな色は何でしょうか。ちちちち。マイケル・ジャクソンの好きな色か。ちちち。もしかしてあれはないよな。ちちちち。やってよか。今。はいどうぞ。あう。正解です。マジで。はい。僕らを秒ジャンキッドを改め平安キッドっていう感じでちょっと行ってみようかな。そういえばね、僕小道具持ってきたんですよ。マジですか。はい。はい、あ、これな、こうやって聖徳太子みたいな。じゃあとりあえず行きましょうか。行きましょうか。せーの、でんでけでん平安キッド、じゃじゃーん。あー、ダジャレじゃ、ダジャレじゃ、あれまダジャレとなった、ダジャレの宴じゃ、ダジャレの宴じゃ、よから行くぞ。ダジャレを言うのは誰じゃ、あれまダジャレを言うのは誰じゃ、あー愉快愉快、あーいとおかしなるけるかな。やっぱ売れへん芸人やからストラップとか持ってたらあかんと思って。俺の話を聞いてくれないか。俺の悲しい話を聞いてくれないか。その時俺はすごいお腹が痛かった。慌てて公衆便所に駆け寄ってドアを開けたのさ。すると今
まさに真っ最中のおじさんがいるじゃないか。ちなみにその時俺の中で流行っていた歌は涙のサリー。鍵閉めてよ、鍵閉めてよ、鍵閉めてよ、鍵閉めてよ。俺の話をありがとう。もう芸人残された道って言ったらもう体張るしか残ってないと思うんですよ。そうですね、もう、はい、体張るしかないですね。今ここでね、僕こうやって引っ張られて服破れて赤粉やったら完璧なんですけどね。開封機でもないですよ今。ドンドンってこっちです。まあなんか体張るネタとかもやってあ、そういえばね、僕またええもん持ってきたんですよ。おますか、ちょっとそれマイスです。なんでマイスライブに持ってきてるミツカンです。はい、オスはミツカン。 CM 待ってます。それをじゃんけんで負けた方がコップ一杯意気飲みしましょう。僕、生まれて初めて酢を意気込みします。意気コールお願いします。こうちゃんのちょっといいとこ見てみたい。それ意気こうちゃんに盛大な拍手を。男だったら両ジャン羽織る、寒いネタなら俺らがやるぜ。誰が呼んだか誰が呼んだかでおじゃんきっとギャグが寒けりゃ秒じゃん羽織れ。今日が決めてのこれが決めてのギャグがと OK、タル用意はいいかい？ OK、タル。じゃあ、いつものやつからいくよ。いいかな、当たる。そうだね、当たる。いくよ。アイドルは1に笑顔、2に笑顔、3しがなくて5に笑顔。 OK、輝いてる。アイドル的。よし、じゃあね。あ、そうだね、オーディションのダンスの練習でもしようかい、光る。オッケー、当たる。眩しいぜ。じゃあ、いつものやつだね。そうだね。いや、昨日練習したやつだ。あれだね。あれだ、あれ、そうだね、あれだね。あれだね、オッケー。ワン、ツー、スリー、フォー。二、三、四、一、二、三、四、一。あれ全然違う。これやったらやっぱ次。いや、うん、なんかおかしいかな。もう一回やってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー。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 あれ違う？今の良かったけど。おかしいな。アイドル的じゃなかった。そう、めっちゃアイドル的やん。あれ？やっぱり？じゃあ、まあいいや。ね、あのオーディションのために作った曲をやろうか。そうだね。いいかい？当たる？オッケーだよ。今俺のこと当たるって言うんだよね。じゃあミュージックスタート。
時計の手は手を伸ばし君を助けようとしたが溢れんばかりの力に僕も落ちた当たる。これじゃないんだよ。違う、もっとアイドル的に行きたいんだ俺は。いや、アイドル的だよ。違うんだよ、やっぱりアイドルって髪の毛とか生えてる普通はね。今すごいちょっとアイドルを意識してみたんだけど、でもやっぱり欲しいかな。あとかこれじゃダメなんだ。もっともっと、いや、やっぱり昔やってたバンドの方が良かったかもしれない。あ、確かにそうだね、光。あの頃にちょっと戻りたいかも。どうしたらいいんだ俺ら。あ、アイドルってどうなん。結構ね、これはさっぱりやな。ちょっと俺らもな、芸人やっててやりたい言うてバンド飛び出したもんのさ、15年間鳴かず飛ばずやからな。そやろ、アイドルもな、こう結構あの俺みたいに顔が良かったらええと思うんだけど、たけんがな、ちょっとな、そうやな、ちょっと髪の毛前揃ってるもんな、パッツァーンって。それ芸人やってても結局体反応俺ばっかりなんやんか。おー、なんかクロちゃん思想にないもんな、そういうのな。やっぱり二人でいろいろやってて思ったし、さっきちょっとちらってアイドル見たんやけど、俺らってさ5人でやってた時の方が輝いてたような気せへん。あ、絶対そっちの方が輝いてたと思う、俺らって。なんか今こそ世にいてるし、ここにエイジ君がおったら。あ、エイジ君さいたらな。おっ、あれあれ、思い知ったか、このアニマルども。みんな分かったの、みんな分かったの。もう一回言うわ、あたしたちの今日がデート物語よ。じゃあ5人で演奏しましょう。Yeah.
再現できるし、私たちが見つけした子供やつ、今日はね、なんか思い出の曲やりたいねとか言っててですね、初めての僕たちが初めて子供やすけ指定して大阪でワンマンやった時に、それ用に作ったというか無料配布した曲です。聴いてください、さよなら生徒ボーイ。I'm not afraid to die.
悪も悲しく覚悟幸せに青い春とともに青い春とともに始まって終わりを迎えるのであります。
待ってます。名前と子供先生人間ならばいと言わせてぶっ飛んでくれ。夢が叶った日です。本当にウエストでワンマンできたら最後にこの曲やりたいねってずっと話してました。
最後にね、一番最初に合わせたこの曲をこんなでかいとこでできたらいいなってました。本当に今日はどうもありがとう。もうこの5人でねこうやって立つことはないかもしれないけど、今日は本当に幸せな日です。どうもありがとう。それではね、最後にこの曲を聴いてください。劣等時代という話をください。
どうもありがとう。私たちが秘密化した子供たちでした。最低です。だからそれ、その後でダメじゃないですか。どん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 ちょっともう一回やります。もう一回かい。どこに念入りやん。助けてくれないかなみたいな話をしますので、
それで、あとの3人が後ろから出てきます。だから最終的に5人になります。で、エイジ君、よければ、列島行進曲の特攻のきっかけだけ加藤君にもう一回確認したいの。カメラ来てます。第3話、ヤッホー。東京ラストなんですよ。寂しいですけど、ありがとうございました。なんか楽しそうになって、ね、最後頑張ります。じゃあ映像いっちゃっても大丈夫ですか？お願いします。はい、じゃあ映像いけてる、頑張ります。お疲れ様します処刑されていきます、はあ、おいで、頑張ります。今何やってんだろう。よいかい、 OK、 いつもの人いるよ。あかん、いいか、大丈夫か。頑張ります。思い出刻むよ。
待ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。歌っちゃったよ。ありがとうございました。お疲れ様でした。寂しい。ごめんなさい。楽しかったです。ありがとうございます。頑張るぞ、これからも。お疲れ様でした。東京今までありがとうございました。すごい2年半いろいろだったんですけど楽しかったです。お疲れ様でした。手止まったり楽しかったですね。もう体がすごいです。お疲れ様でした。取れた時間、ありがとうございました。手止まったり、子供ですでこういうでかいところでバンバンできるなんて夢のです。本当に愛してます。皆さんありがとうございました。ごめんなさい。渋谷オーエストテート物語無事終了しました。今日は5人の夢が叶った日です。本当に参加してくれた皆様どうもありがとう。そして家で念を飛ばしてくれた皆様どうもありがとうございました。子供たちでした。